もう一度メンバー紹介をします。高橋幸朗 on drums。 後藤継太氏 on bass。 高中正義、あ、声裏返っちゃった、 on guitar。 坂本龍一 on keyboardsそしてバーナズの加藤克彦です。それからボーカル、私中島ゆきでお送りします。私がデビューした頃に、あ、こういうすごいメンバーを前に話をできるなんて、私もなんて巨匠になったんだろうと思いますけども、デビューの頃にすごく不思議なコンサートツアーがありまして、コンサートツアーって言ってもほんの数箇所でしたが、取り合わせがもうすごかったんです。当時デュオだったオフコース、それからやっぱりデュオのバズ、そして私、それからサディスティックミカバンドと矢沢永吉さんがいたキャロル、今になって考えてみると全く考えもつかないようなコンサートだったんですけど、それぞれがそれぞれの個性ですごく、今までのコンサートツアーの中でも一番ぐらいに印象に残っているステージでした。とりわけ私にとってサディスティックミカバンドっていうのはもう憧れの的で、いずれあんなことをやってみたいなずっと思ってたんです。12年間憧れてたことが12年後にこういう形で実現するなんて、今日は夢のようです。本当に嬉しい。さて、それから次にお送りする曲はやっぱり今まで一度やってみたかった試みです。ここのステージに登っているメンバーが演奏してくれてまして、龍一がプロデュースをしてくれています。次の曲にはもう2人作曲家が必要なので、ここで呼びたいと思います。財津和夫さん、小田和正さん。じゃあ行きたいと思います。
今許す。